皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今日は少し前に導入した僕らの撮影カー、これを今日からカスタマイズしていこうと思います。で、全体的なカスタマイズの方向性としては、すごくかっこいい車に仕立てるというよりかは純正プラスアルファみたいな、そんな方向でやっていこうと思ってます。で、もたもたしてたらですね、東京店でかっこいいティグワン仕上げられちゃったんで、勝負にもならないんで、ちょっとそういう方向でやっていこうと思います。で、具体的に言うと、まずちょっとこの、撮影でもちょっと不都合があるんで、この辺のメッキパーツとかを全部消していく予定です。で、前から説明すると、この辺ですね、グリルとかこのライトのモールとかバンパーのモールとか、この辺をラッピングで真っ黒にしようかなと思います。で、今回パクリネタじゃないや、参考にするのはワーゲンの限定車ブラックスタイルかな、ブラックスタイル、これを結構参考にして車仕上げようかなと思ってます。で、やっぱり黒いと反射もなくって撮影にかなり向いてるんで、ちょっとこれ参考にやっていこうと思います。ただこれ完コピだとただのこれ買えなかった人になっちゃうんで、僕らのちょっとアレンジを加えてやっていこうと思います。で、前回りは、先ほども説明した通り、このモールメッキを消します。ただちょっとここの一番上だけサテンでちょっと半ツヤなんですよね。なんでちょっとここだけ一回残してみようかなと思います。全部真っ黒にしちゃうとちょっとこうベタっとした感じと、ちょっといかにもやっちゃってる感が出るんで、ちょっと一回ここだけ残してやってみようと思います。なんで、これ仕事で使ってんの、気が利いてるじゃんっていう、そのぐらいにしとこうと思います。で、横はこの辺、これは取っちゃおうと思います。で、取ってももう何も残ってないらしいんで、このプレスラインが残るだけみたいなんで、これは取っちゃいます。別に R ラインで分からなくていいんで。で、この辺のモールもラッピング予定です。で、あとこの窓枠ですね、これもやっぱりかなり目立つ部分なんで、これもラッピングして真っ黒にしたいと思います。あとはここですね、ちょっとこれ難易度高いんですけど、外さないでラッピングできればここもちょっと真っ黒にしたいなっていう感じです。で、後ろに関しては前と同じようにこのモールをラッピングして真っ黒にして、あとエンブレム類いらないんで、ヨーロッパスタイルにします、ツルツルに。で、フロントのこれ忘れてましたね、このフロントのここもリアのここもちょっとスモークペイントでちょっとトーンでいいですか、真っ黒にしちゃいます。ここをじゃあスモークペイントでちょっと目立たないようにしたいと思います。で、あとこの辺のディーラーステッカーちょっと剥いじゃいます。あとホイールは今回の動画でちょっと触るかどうか分かんないんですけれども、一応今のところの予定としては19インチから、1インチアップぐらいで、何か黒いホイールにしようかなと思います。で、車高は今回あえて触らないようにします。どうしてもローダウンしちゃった方がもちろんかっこいいんですけど、ローダウンしちゃうと撮影に使えなくなっちゃうんで、やっぱりこう車揺れたりとか入っていけない道とかできちゃうと困るんで、車高はノーマルで、車高ノーマルでも決まるように、1インチアップぐらいで、そんな感じで仕上げておこうと思います。で、あと今回のこのカスタマイズなんですけれども、僕らが DIY でやりますなんで、あらかじめ言っておきますけれども、ボンドでお客様の車がこういう風に作業されてますよっていうわけではなく、あくまで今回動画のネタとして僕らが DIY でやるんで、その辺はご理解くださいませ。じゃあ頑張ってやっていきたいと思います。はい、というわけで完成しました。早いそれじゃあ早速このカスタマイズしたティグワンをご紹介したいと思います。で、最初にもちょっと紹介させていただいたんですけれども、このティグワン今回は、カスタマイズといっても撮影に適したカスタマイズにしてます。で、カスタマイズって一言で言っても、いわゆるこのかっこよくしたいとか自分の好みに合わせたいっていう、こうドレスアップの他にも、例えば使い勝手を良くしたいとか、こここうなってるのをもうちょっとこうしたいとかっていうのも立派なカスタマイズだと思います。で、例えば、よく言われるのが、例えば駐車環境で、高さの制限あるんで、もうちょっと前高低くしたいっていうんでローダウンするケースだとか、あとは駐車場でパレットに乗せるんで、幅いくついくつで車外のホイールで履きたいとか、あとはもっと簡単に言えば乗り降り大変なんで電動のサイドステップつけたいだとかっていうのも立派なカスタマイズだと思います。で、今回はこちらの車、撮影、僕らいつも撮ってる PV 風な撮影に使うんで、それに適したカスタマイズをして、なおかつ、ちょっとドレスアップ、プチかっこよくなればいいかなっていう、そんなカスタマイズになってます。なんで、
もうめちゃめちゃかっこいい車を作ったぜというよりかは、まあ、そんな感じになってるんで、まあ、あくまで仕事の車っていうフィルターを通して見ていただけるといいんじゃないかなと思います。基本的に僕らお客様の車のカスタマイズに直接携わることはないんですけれども、一応その PV 風の動画を作ることによって、まあ、例えば映画でも、まあ、ドラマでも何でもそうなんですけれども、やっぱりこう中に入り込んで集中して見れるようなものがやっぱり理想だと思うんですよね。でやっぱり見てて違和感を感じたりとか、もう画面に映ってないこっち側がちょっと感じたり見えちゃったりすると、やっぱりそれがこう集中して見れなかったりとか、そっちに気が取られちゃったりするんで、まあ、できるだけその映り込みがないように、なおかつ映っても目立たないように、いわゆるこう舞台でいうとこの黒子みたいな、そんな車にしたいなっていうのが今回あって、まあ、いろいろカスタマイズしてます。でちょっと早速順番に見ていきたいと思うんですけれども、基本的にフロント周りまず全部真っ黒にしました、まあ、具体的に言うとこのグリルとか、あとこの辺のモールとか全部真っ黒にしました。で最初ここちょっと残そうかななんて言ってたんですけど、まあ、実際残したらおかしかったんで結局全部真っ黒にしました。でその黒にするのも、まあ、いろいろ黒って一言で言ってもツヤありとツヤ消しとその中間のサテン、まあ、いろいろあるんですけど、今回このサテンの微妙なツヤ感を若干残したまま黒になってます。でやっぱりこうツヤありの黒だと、まあ、傷がついた時に目立ちやすくなっちゃったりとかもしますし、あと逆にマットのもう全然ツヤのないのにしちゃうとちょっとこのチープな感じというかもう出ちゃうんで、今回間を取ってサテンにしてます。なんで一言で黒って言ってもこのボディカラーとちょっとこの差ができて、まあ、立体感ができていいんじゃないかなと思います。であと今回フロントに関してはこのヘッドライトにプロテクションフィルム貼ってます。でちょっとワントーン黒くなってるのが画面からもお分かりいただけると思うんですけれども、ちょっとスモークタイプの、ライトスモークかなのプロテクションフィルム貼ってます。でこれはまあ単純に高速乗る機会が多いんで、まあ、飛び石だったりヘッドライトを守るために施工してます。であとはまあちょっと目立たなくする意味合い、どうしてもこの中のヘッドライトの中のこのメッキの部分っていうのは、まあ、ペイントするのかなり大変なんで、まあ、その辺目立たなくするためにちょっとそのスモークタイプのプロテクション貼ってます。でまあ全体的に顔がかなり黒くなったんじゃないかなと。で同じこのフィルムがこのワーゲンのマークのところにも貼ってあるんで、まあ、全体的にメッキのパーツが抑えられて、そんな仕様になってます。でやっぱりヘッドライトってこういろんな機能がついてたりとか、まあ、一体になってるんでヘッドライトが非常に高額です。で多分ティグはもう10万円とか20万円とか多分ヘッドライトしちゃうんで、やっぱり傷ついた時にかなり交換費用高くなっちゃうんで、まあ、あらかじめ傷を守るっていう意味で、まあ、プロテクションを貼ってます。あとフロントここにちょっと R ラインのエンブレムがついてたんですけど、それは取っちゃいました。まあ、基本的にまあいらない、まあ、別に R ラインモデルグレード主張しなくていいかなっていうんで、まあ、完全に取っていらないエンブレムレス仕様にしてあります。であとは横に回っていくと、まあ一応、まあ、一番目立つポイントとしてはタイホイールですね。ホイールはまあ純正の19インチからロティフォームの20インチに交換しました。モデル名が OZR。まあ、ロティフォームご存知の方も多いと思うんですけれども、アメリカ初のホイールブランドです。で今ホイールブランドの多くが結構こうモータースポーツから発展していったブランド多いと思うんですけれども、ロティフォームの場合は逆にこうストリートのこのカスタムカルチャーから発展していったブランドになります。で今特に若い世代を中心に、まあ、ヨーロッパとかアメリカでもかなり人気を誇るブランドでございます。でまあ、セマショーだったりとか、まあ、エッセンモーターショーでもものすごい装着率で、もうそれこそスーパーカーからもう若い子の車までもういろんな車に装着されてる、まあ、そんなホイールブランドです。で最近だと逆にこうストリート発信のこのロティフォームがモータースポーツに結構採用されてて、フェラーリのデイトナかな、まあ、ホイールの供給を行ってたりだとか、あとはケンブロックが、まあ、自分の車に履いてドリフトダート走行なんかしてたりとか、まあ、非常に注目のブランドでございます。今回履いたこの OZR っていうのは、まあ、ちょっとレーシーさもこのフランジの部分ですね、まあ、ちょっとこの渡して強度を確保してレーシーさもアップさせたモデルになります。でセンターに関してはこれボルトホールがこのセンターキャップで隠れる仕様になってます。で僕がいいなと思ったのはこのセンターのここも全部真っ黒なんで、まあ、とにかくもう足元を全部真っ黒にできるっていうのと、まあ、あとサイズ的なもので言うと純正が19.8半なんですけれども、こちらの OZR だと20の90になります。でインセットも3ミリ外に出たものになるんで、まあ、オフセットとリムハブでだいたい1センチぐらい純正比外に出てる計算になってます。でタイヤは純正の20インチと同じ25540履かせてます。でタイヤは今回ちなみにピレリの B0 かな
着火してるんですけど、正直これちょっと P0 はあんまりこだわりなく選んじゃいました。っていうのはまあちょっと撮影車で、まあ、あんまり火をかけるわけにもいかないのと、まあ、サイズ的にあんまりそんなにめちゃくちゃ選択肢があるわけじゃないんで、まあ、今回一応、まあ、購入しやすい部分と、まあ、あとは価格の部分で、まあ、P0 にしたんですけれども、意外や意外これがすごく良くてですね、前純正だとコンチネンタル入ってたんですけど、コンチに比べてかなり横が柔らかい印象です。もう本当に改めてなんかこうタイヤで乗り味こんな違うんだなっていうのを体感しました。で結構横が柔らかい分、まあ、乗り心地すごくいいんですけど、逆にこうちょっとコーナーなんかだと少しタイヤがよれる感覚はあるんですけど、まあ、僕らのその撮影の使い方でいうと、まあ、乗り心地すごく良くなってますし、まあ、あとはロードノイズもかなり静かなんで、まあ、今回かなりピレリにして良かったなっていう感じです。であとは横に関しては、ここに R9 の、まあ、モールというかトリムがついてたんですけども、全然いらないんで取っちゃいました、まあ、やっぱりそれ反射する原因になっちゃうん で、あとは横のこのモールですね、ここもラッピングで真っ黒にしてます。であともう同じ流れでこの窓枠も全部真っ黒にしてます。だからもう横から見た時もとにかく全部真っ黒、はい、でここが残ってるじゃんっていうツッコミはやめてください、はい、ちょっと時間がなくてまだやってませんゆくゆくやりたいと思います。であともう一つ、これ映像ではあんまり伝わらないと思うんですけども、この側面、このリアドア、フロントドア、フロントフェンダー、ここ全部プロテクションフィルムが施工されてます。であと後ろのホイールも同様ですね。で今回ローダウンはどうしても乗り心地が悪くなっちゃう可能性があるんで、ローダウンはしてません。ただ逆に、まあ、アームがキャンバーついたりしないんで、まあ、出面に関しては前後通しでもかなりつらつらでいい感じになってます。でそのまま後ろに行くと、後ろも、まあ、流れとしては一緒です。エンブレム全部取ってですね、ここのモールも全部真っ黒にしました。なんで本当に一周どこから見ても、まあ、大体真っ黒、あんまり目立たないような、本当に舞台でいうとこの黒子みたいな車になってます。あとはですね、この車9月に購入して、まあ、大体3ヶ月ぐらい、まあ、いろいろ大阪行ったりだとか、その他撮影なんかで使ったんですけれども、ちょっと3ヶ月ぐらい使ってみて、この車良かったところ悪かったところ、まあ、ちょっとカスタムの話とは全然関係ないんですけれども、ちょっと僕的な素人レビューをちょっとしたいと思います。でまずちょっとこれダメだったところからちょっと、紹介したいと思うんですけど、まあ、ダメだったっていうわけじゃないんですけど、まあ、もうちょっとこうなったらいいなっていうのは、まあ、内装がちょっととにかくもう少し色気というか、もうちょっと気が利いた内装にしてほしかったなっていう感じはします。で特にワーゲンの、まあ、ワーゲンアウディ系乗ってる方はご存知だと思うんですけど、ちょっとプラスチックが傷つきやすい、特にこの取っ手みたいなこのザラザラのプラスチックとか、あとこのミラーのベースこの辺とか、ちょっとこの手のプラスチックがかなり傷がつきやすい、ちょっと擦り傷とかかなりつきやすくて、やっぱり買った時も少しこう気になる跡があったりとか、また、あ、全体的なこのインテリアとかちょっとこう寂しいなっていう感じはちょっと正直受けました。もちろん分かってて買ってるんで、まあ、問題はないんですけど、まあ、ちょっと正直その同じ価格帯からするともっと内装、まあ、いい車あるよねっていう感じはちょっと受けました。ただ逆に言うとものすごくシンプルで乗りやすい、とにかくこのスイッチ類とかパネル類とかもう本当にシンプルなデザインなんで、もうとにかく操作しやすい、もうなんか操作に困っちゃうってことは全くないですね。なんでその辺は、まあ、逆に、まあ、いいところでもあり、まあ、本当にワーゲン、ゴルフ、トゥーラン全部共通なんで、まあ、困ることはないんで、まあ、その辺はすごく良かったなと思います。であともう一個ちょっとこれはっていう感じは、正直、まあ、ミッションの関係で低速のギクシャク感が結構ありますね、この車。なんでもう本当にストップアンドゴーを繰り返すような渋滞とか、あとはこう停車時からのこの一番最初のこの出足とかは結構ガクガクしちゃうっすね。なんでなんて言えばいいかな、まあ、先代モデルのスマートほどではないんですけども、ちょっとそのぐらいのこうもたつき感というかガクガク感が少しある。ただ逆にそれも高速もうスピード出す巡航するような場合だとかなりそれがなくなって、まあ、非常に乗りやすい。ただ本当に低速に関してはちょっとっていう感じです。なんでまあ街乗りメインで使う方だとちょっとその辺不満を感じてしまうかなっていう気はします。ただ逆に高速も使いますよ、結構距離乗りますよっていう方はすごくいいんじゃないかなと思います。本当に1400と思えないぐらいトルクもあって、まあ、速いんで、まあ、車的にはすごく僕的には好感です。
で、あと逆にすごく良かった点というと、もう充実の装備、もうブラインドもついてるし、テレビもついてるし、 ACC もついてるし、このアウディでいうとこの、すいません僕よく分かってないんですけど、アウディでいうとこのこのバーチャルコックピット、もうメーターにメディアこそ表示できないですけれども、ナビ表示なんかも全部できるし、まあ、非常にその辺使い勝手は本当にいいです。で、すごくいいのがこの ACC、 なんと0キロから使えるんで、もうバリバリ使えます。で、しかも割と頭がいいっていう、なんで本当に渋滞なんかでも普通に全然使えちゃいますね。あとはサラウンドビューも結構この価格帯ついてるついてない結構まだあると思うんですけれども、バッチリサラウンドビューもかなり視認性のいいものがついてると。また燃費がものすごくいい、まあ、さすが1400と、もうちょっとこのギクシャク感をもうちょっと犠牲にしても、スムーズさを犠牲にしても、このギクシャク感にしたこの密室のせいかどうかわかんないですけど、もう本当に別に燃費走行しなくても、まあ、満タンで1000キロぐらい走るぐらい、そのぐらい燃費がいいです、まあ、あとはもう本当に使い勝手に関しては僕らにぴったり合ってるんで、本当に買ってよかったなと思います、まあ、いつも経費乱用してて、まあ、最近リアルに怒られてますけど、はい、本当に社長ありがとうございますって感じです、はい、はい、というわけで今回は撮影用にカスタマイズしたワーゲンティグワンをご紹介させていただきました。で、今回はこんな感じで動画用にカスタマイズさせていただいたんですけれども、本当にドレスアップ以外にカスタマイズっていうのはいろいろできます。まあ、車のちょっと使い勝手の部分だったりだとか、仕様の部分だったりだとか、まあいろいろご相談いただければ、ボンド各店で本当にいろんなことができますんで、まあお気軽に何でもご相談ください。もちろんこの撮影用みたいにしたいっていうリクエストも、もちろん答えられますんで、まあお気軽に何でもボンドグループ各店までよろしくお願いします。ボンドチャンネルのチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。